皆さんこんにちは、井上です。今天是初级日语的第48堂课。好，今天我们要学的是他形的变化。大家会害怕吗？其实他形是跟貼形一模一样。所以如果你学会了貼形，就等于学会了他形。OK， 那就一样，从第一类开始看一下。好，第一类。有書きます。那它的他形是書いた。因为貼形也是書いて嘛。急ぎます。就是赶快的赶。那它的他形是急いた。那飲みます。的他形是飲んだ。遊びます。的他形是遊んだ。振ります。下雨的振ります。它的他形。ふった待ちますで他形待った買いますで他形買った話しますで他形話した所以就是貼形的貼的部分改成他就好好那就看第二类型第二类型有食べます他的貼形是食べて嘛那如果是他形的话食べたなんか、就是、有一些動詞是看起来第一類、但是第二類。比如说、起きます、起床。那它的他形是、起きた。因为它是第二類的動詞。那第三類、します。它的他形是、した。きます。きた。OK、那最后、練習一下。睡觉。它的他形是寝た。跑。走ります。它的他形是走った。OK 吗？所以我一开始讲，学会貼形，就其他的变化就不用怕。OK， 那就下课，拜拜。我是日本人。我是日本人，巴肚枵，巴肚枵，爱啉酒，爱啉酒。你欲食啥物？你欲食啥物？大家好，多谢收看无爱地高好频道。大家若介意，请支持块频道。大家拍片来日地咯，拜拜。